ゴールデンウィークの期間に東日本大震災の被災地でボランティア活動をする202人が今朝都庁を出発し宮城県などに向かいました。今日被災地に向けて出発したのは学生や社会人など202人です。都では今月5日からボランティアを被災地の宮城県石巻市などに随時派遣していて、これまで338人が参加しています。今回はゴールデンウィークの期間を利用して参加できるとあって、これまでで最多の参加となりました。心のケアとか、その現地の人ができないことを私たちがやりたいなと思います。被災者の方々にですね、何か希望を与えられるような、働きぶりというか、頑張っていきたいなというふうに思っています。出発したボランティアたちは今日から来月5日まで宮城県や岩手県などの被災地で瓦礫の撤去や屋内の清掃、片付けなどを行う予定です。